爆臭は、キング・ビダー監督による1934年制作のアメリカ映画。ビダー監督による群衆と同じ名前の主人公を排した群衆の続編とも呼べる作品である。世界恐慌の時代を背景に、ジョン・メアリーという一組の夫婦を中心にして、ある農場に集まり、数々の困難にも負けずに力を合わせて働く人々の姿を描いている。 共同体システムによる自給自足農業についての雑誌記事を読んだビダーは、まず MGM のプロデューサー、アービング・タルバーグのもとに、この企画を持ち込んだが、このテーマは、求心的すぎる上にすぐ古くなるとして取り合ってもらえなかった。このため、ビダーは自ら制作を務め、自宅を抵当に入れるなどして、この映画には、私のハートだけでなく、シャツまで注ぎ込んだと、 自ら語るほどの資材を投入した。ビダーはさらに、新聞記事をスクラップする係の少女を一年間、雇い、ロサンゼルスの路上で失業者たちをエキストラに、スカウトするなどして、準備を重ねた。資金難のため有名俳優は起用できなかったが、ビダーの姿勢に共感したスタッフが多数参加した。ビダーの友人であるチャールズ・チャップリンも、 自ら設立した、ユナイテッドアーティストで本作を配給し、ビダーを助けた。一方、共同体での農業という作品テーマのため、公開当時は、社会主義的という批評もされ、カリフォルニア州では風切りが遅れたり、ロサンゼルスタイムズ市には広告掲載を拒否されたりといった影響もあった。ジョンと妻、メアリーのシムズ家は、 ジョンが失業中のため先の見通しが全く立っていない。仕事を求めて毎日並んでも、他にも何百人といる失業者に対して与えられる、仕事はわずか。ジョンのおじが、自分が、抵当に持っている農場を使え、という申し出をしてくれたので、ありがたく、これを受けて農場に入った二人だが、都会人の二人は農業などやったことがなく、何から手をつけていいかわからない。 そこへ、クリスというスウェーデン移民の男が通りかかる。ミネソタから来たという、彼もやはり失業中で、職を探して、カリフォルニアへ向かうところだが、もう車のガソリンがほとんど残っていないという。それならば、一緒にこの農場で働かないかというジョン。クリスも了解した。クリスとその家族のおかげで、開婚作業は前に進み始めた。ジョンは、自分やクリスのような、 仕事はないけれど、やる気と能力はあるという人が他にもいるはずだと思いつき、さらに人を集めようと、道端にて札を出して、手に食を持つ人々を招き入れる。こうして、農民や大工、床屋から葬儀屋まで様々な職業の仲間たちが、新たに加わった。彼らは、農場で共に畑を耕し、家を建てて生活し、ユートピア的な共同体を築き上げていく。 共同体のリーダーにはジョンが選ばれた。農場の抵当が流れ、保安官がやってきて、農場の競売が開かれる。農場を買って、人儲けをしようともくろむ、資本家もいる。しかし、農場の人々は、無言の圧力をかけ、入札をさせない。結果的に、農場は驚くほどの安値で、仲間たちが落札することができた。作物も育ち始め、 出だしは順調かと思われた。だが、収穫までは、現金収入の道がない。食料などの物資も蓄えがつきかけていた。ある日、農場の仲間の一人であるルーイがクリスに、実は、自分は、お尋ね物で500ドルの懸賞金がかかっている。俺を、保安官のところに連れて行けば500ドルを、皆のために持って帰れるという話をする。クリスはこれを断るものの、 ルーイは、新山の女、サリーに同じ話を持ちかけた。こうして500ドルが入った農場はひとまず危機を脱した。しかし、次にやってきたのは干ばつであった。晴天が続き、全く雨が降らない。作物は、枯れる一歩手前という状態になり、ナス術のないジョンも、リーダーとしての自信を失いかけていた。ある夜、サリーの還元に乗せられてしまったジョンは、 彼女と二人車に乗って、農場を抜け出る。だが、途中で、彼が聞いたのは、川の上流の水力発電所が稼働している音で、あった。発電所が動いているということは川に、水がある。川から水路を引けば農場は助かるはずだ。農場にとって返したジョンは、水路の建設を仲間たちに呼びかけ、作業が始まった。昼も夜も続いた、作業の末、 完成した水路を通って川の水が農場の畑に流れ込んだ。収穫期、畑いっぱいに実った作物に囲まれて喜ぶ農場の人々の姿があった。ありがとうございます。